親も兄弟もいねてめえに俺の何がわかる。他人はダメだ。サスケ、俺はせいぜい俺の足引っ張ってくれるなよ、うすらトンカチ。なんだとこれ。ほらよ、足でまといになられちゃこっちが余るからな。なんでなんで俺なんか。知るかよ、体が勝手に動いちまったんだよバカ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。もう俺の目の前で大切な仲間が死ぬのは見たくない。大切な仲間。今か俺と戦え。なんでだよ、なんでそんな風になっちまったんだよお前は。お前は一体何なんだ。友達だ。お願い、サスケ君を連れ戻して。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。サスケは同じ木の葉隠れの忍びだ、仲間だ。だから命がけで助ける、それがこの破竜だ。でそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。サスケ君望んで我々の元へ来たんだ。私のサスケ君とどっちが強いのかしら。自分の元みてえにサスケの名を口にするんじゃねえ。お前たちとのつながりはもう断ち切った。サスケとコノハを天秤にかけられる。人は決して理解し合うことができない生き物。本当の平和などありはしないのだ。本物の復讐者だよ。そろそろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。ナルト、この忍びの世には憎しみがはびこっている。どの忍びも憎しみと戦っている。だがいつかは本当に理解し合える時代が来るとわしは信じとる。ナルト、俺はお前を信じている。俺は絶対諦めねえ。最後の最後まで俺はずっとお前が掴み返すまでこの手を伸ばし続けてやる。そしてまたみんなで一緒に。